とうございました。ありがとうございました。皆さんこんにちは。こんにちは。私たち2024スーパー体験公式イメージガール SWISHです。よろしくお願いします。お願いします。はい、私たちはスーパー体験のお手伝いだけではなく、皆様のおかげで歌って踊ってるユニットになります。今日もライブでたくさん盛り上げていこうと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてね、今日はなんと、はいはい、スペシャルゲストが来てくれてるみたいなんです。あの有名な有名な、ね、有名なね、有名です。そう、うん、有名なゴリラくんが来てくれます、ね、みんなでね、一緒に名前を呼びましょうか。いくよ。せーの、エネゴリくん。やっほー。どうぞ真ん中に。真ん中、真ん中。こんにちは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 。なんかよそよそしいですね。なんかこんにちは。そんなことない。そうそう、はい、私たちはね、2人は去年ね、会ったことあるんだよね、はい、そうなんですよ。そう、久しぶりだよね。覚えてる？うちらのこと。もちろんだよ。そんな感じはね、エネオスのね、はい、レースクイーンも GT でやってるということで。はい、でも初めましてなんだ。そうですね、あのスーパー GT のとこにはあのエネゴリ君、今日、今年は来てないので。あ、そうなんだ。今日初めましてです。初めまして。よろしくお願いします。なんかね、昨日もスパークと一緒に横丁を歩いてたりしてたよね。見たよ。そうなんだ。そうそうそう、スパークと仲がいいんだね。仲いいんだね。仲良し、ね、なんかそこにもね、ブース、エニオスさんのブースも S 隊の横丁に入れてるらしくて、つなかんちゃんがね、見に行ってくれたみたいで。あ、はい、あの立ち寄らせていただいて、あの新しいそのエニオスさん の, あのインスタグラムのアカウントができたんですよ。あ、そうなんだ。そうで、今それをなんと登録していただくとスペシャルグッズプレゼントということで。はい、あ、分かった。みんななんかエネゴリくんの持ってた巾着ですかね。あ、そうです。なんか白とオレンジの、へー、あるので、はい、皆さんぜひ立ち寄ってみてください。あ、持ってる人いる。すごい。あ、本当だ。嬉しい。ありがとうございます。で、そちらの SNS のアカウントはエネオスガールズとして私あの登場しておりますので、はい、あのリールとかが上がってるので、ぜひそれもチェックしてください。チェックしてみましょう、はい、みんなで。え、一緒に写真とか撮っとくね。あ、撮りたいです。ちょっとね、じゃあ真ん中にちょっとだけ、うん、そのままでいいよ。じゃあ、はい、どうなんだ、ファイティングポーズなの。はい、どうぞ撮ってください。撮れたかな、みんな。こんな機会はね、めったにないので、ぜひぜひお納めください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここからもね、なんかさ、お散歩したりするのかな。ね、ね、ぜひぜひ見かけた方はレアなのでね、写真を撮ってあげたりしてください。あとエネオスさんのブースも立ち寄ってみてください。今日はありがとう、エネゴリくん、忙しいのにありがとうございます。しよありがとうございます。これが見たかった。ありがとうございました。気をつけて。一人で帰れる？大丈夫？マネージャーさんがね。ありがとうございます。こんなね、スペシャルゲストなんて初めてじゃない、ね、うちらのステージ。そうだね、ステージ中にね。そう、ステージ中に来てくれて、うん、嬉しいですね、うん、盛り上げてくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこのまんまの和やかな雰囲気で次の曲に行きたいと思います。はい、次の曲はみんなももうおなじみになってくれたかなと思ってる手拍子や掛け声でたくさん盛り上げてください。よろしくお願いします。それでは聴いてください。2024年スーパー体験公式イメージソング、ライカスター。飲めばいつでも新規の
とうございました。ありがとうございました。はい、ここで水紙の自己紹介いきたいと思います。お願いします。はい、水紙の天真爛漫トップクイーンランランこと松田蘭です。ランラン、ありがとう。ありがとうございます。はい、いつも全力エンジン全開水紙のフレッシュ担当ツナ缶こと夏美春香です。ツナ缶、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、完全無欠の最高リーダーアビルンことアビルアンナです。アビルン、はい、こんな3人でお届けします。よろしくお願いします。今日はね、ツナカンちゃんも戻ってきてくれて、はい、大丈夫ですか？お騒がせいたしました。すいませんでした。大丈夫、元気になった？よかった、よかった。昨日ね、辛そうだったからね、今日回復して3人でステージをお届けできるって本当に良かったです。はい、人もすごくいっぱい、昨日よりもやっぱり多いよね。確かに決勝日の方が多いんだね。多いね、確かに。素晴らしいね。嬉しいですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次の曲にね、いきましょう。はい、それでは、次の曲に行きたいと思います。はい、この曲はですね、つながりをテーマにしたとっても可愛い曲になってます。ぜひ皆さん手拍子などして盛り上がっていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。リンク、I feel so fine.
とうございました。ありがとうございました。はい、ここで私たちのトークコーナーに行きたいと思います。はい、今回のねトークなんですけど、さっき朝ね、みんなからの質問も募集してみました。そしたらね、結構たくさんの質問が、ね、いろんなそうあったんですけど、それでいいなって思ったのが、一曲の振り付けと歌詞を覚えるのにどれくらい時間がかかりますかって質問があったんですよ。なんかその先生に教えてもらって、例えばその今シーズンの曲、新たに覚えました時に、誰もまだ曲とか歌詞を知らない状態で覚えるってなったら、だいたい5月くらいからレッスンが始まるよね。そうだね、富士に向けて、24時間の富士に向けてレッスンが始まるみたいな感じ。そうで、実際に先生に教えてもらえる期間っていうのが、4日間くらいしかないので、で1日4時間くらいを4日間と、あとはもう自分たちで個人で練習して、合わせて練習してっていうのだから、どのくらいだろう。結構1曲で何も知らない状態だったら、だいたい1週間くらいかな。1週間で覚えれる？マジで？頑張ればいけるかも。本当に絶対ね、無理だよね。うちらは無理だよね。ここ無理です、絶対無理です無理だよね。そう、アリちゃんね、ずっと歌って踊ってっていう活動してたから、スッて入ってスッて出せるよね。いや、本当にすごいと思います。マジですごい、ね、くらいかかった。ツナ缶ね、今年からだったから、そう、でもなんかちゃんと踊れてるなってなったのは、やっぱりその、まあ、6月からかなって思います。一気にね、5曲ぐらいだもんね。そうだね、ハードだったよね。だいたい1ヶ月半でまず、まあ、4曲ぐらいみたいな感じだったんで、それはすごい。でもできてなかったんですけど、できてなかった。初心者だったもんね、ダンスね。だからそもそも この番号も知らない。番号があるんだけど、床にね、バミリって番号が出ちゃうから、1、2、3、4とか書いてあるんだ。あるんだけどね、とかも何も知らないとこから。そうだね、なんか言葉も難しくない？新芽とかさ。そうね、ワントップとかね。そうそうそう、ツートップとか、いろいろ難しい言葉があるんですけど、あともう一個あったの。飛んだ、振りが飛んだ時はどうしますか？どうしてるんですか？なんかめっちゃ気になりますね。私はね、もうとにかく笑ってごまかしてね、なんか多分普段よりもすっごいニコニコって笑ってるだけは、多分間違えてんだなって思ってると思う、みんな。ここ間違えたなって気づいてるもんなんかな。気づいてると思うけど、笑顔でかき消してる感じ。私が前のチームに行った時、ある先輩は、なんかもう卒業間近の卒業のライブやって、なんかもうなんか緊張と感動で振りが飛んじゃったらしくて、そしたら、あ、やべえ、振り飛んだって泣いたふりしたらしい。そうできた。そうすれば、卒業の時しか使えないけどね。確かに確かにまだごまかせるのかなって。確かに、すごい、まあ、見習いたいです。あんまりね、真似はしない、間違えないようにね、うちらも頑張って。3人しかいないからね、1人間違えちゃうと結構目立っちゃうね。確かに確かに。なるべくね。なんか振りって飛ぶことありますか？あるある。あんまり見たことがなくて。お客さんの顔見すぎると飛ぶ。そう、わかる。ファン差しすぎると。そう指差し、次なんやっけって思う。そうなんですね。なんかあんまりなんか間違えてるの見たことがないから、すごいなと思って。じゃあうまくごまかせてる。そうだ、素晴らしい。すごい、本当に。今後はね、間違えないよう。もうね、あと残りもね、サーキットに来れるのもあと2回と、あと卒業ライブと卒業撮影会とかになってくるのでね、皆さん、そうそう、だから1回1回噛み締めて、たくさん選手も見に来てくれると嬉しいです。今後もよろしくお願いします。はい、はい、じゃあいよいよ最後の曲になっちゃいましたね。ありがとうございますね。昨日に引き続き、今日はうまくできましたね。はい、はい、ありがとう。じゃあもっともっと盛り上がっていけるかー。イエーイ。もっともっと、イエーイ。はい、じゃあ最後の曲に行きたいと思います。皆さんに聴いていただく曲は去年のスーパー耐久公式イメージソングです。
サーキットを思わせるようなかっこいいかっこいい曲になってるので、皆さん最後までついてきてください。それでは聴いてください。スルーザライト。来てください。よろしくお願いします。お願いします。は
い、お知らせ2つ目、ライカスターが現在ストリーミング配信中です。スイスちゃんの新しい楽曲となってます。ぜひインストールして毎日聴いてください。お願いします。はい、まだまだね、レース隊は続きますので、皆さんレースも楽しんで、ライブも楽しんでくれると嬉しいです。はい、それでは最後に皆さんの願いが叶いますように、スイッシュでした。ありがとうございました。